さてどうぞってことでね、動画的にポーン飛んでると思いますけどね、前撮ったのが12月30日かで、そこからね3日経って今1月2日、年が明けてるんですけどね、この明治ターミナルシリーズね、さすがにね、あれやとめってあんな感じで終わらせましたけど、さすがにねこれはダメだろうということでですね、富駅だけやっとこうかなと思います。で今どこにおるかというと、うわー眩しいけど、どこにあったっけ、ここにあった、今ね鞘駅に来てます。愛西市かな、合併して今愛西市になってますよね。ってことでね、どこで見たら分かりやすい、あ、この図が分かりやすい、ここですね、奥田駅で薬味駅に、とりあえずここからね薬味駅に行ってね終わらせとこうと思いますよ。よいしょ、どっち行ったらいいな、ここ平吉田やからそっちか、しまい名古屋方面は、あ、こういう風に変えるんだ、なるほどな、こんな感じなんやね。で、八富方面はこっちでいいのか、こんな感じでね単線と違い駅になっておって、うん、すごいのか、駅前のパーキングが本当に近いですね。これ前にあるのがコインパーキングになってるんですね。めちゃくちゃ便利ですね。打ち止め600円ですか、まあ安いですよね。で、こっちに平吉田駅が待ってますよ。これはまだしばらく出ないのかな。そう、鞘駅でね折り返す電車っていうのもちょいちょいありますからね。よいしょ、ここまでは結構需要が多いのか。伏線にもなってますよね。うん、この先は単線ですけどね、面白い構造ですよね。とりあえず雇うまで何分電車があるのかな、フラッとやってきますから。っていうのも年明けにねちょっと用事で、今ね樹木寺に行ってたんですわ。だから、まあ、樹木寺の駅からでもねよかったんですけど、まあ、帰りしなね、四日市の帰りしなに、ちょうどまあここら辺からね乗ったらいい感じで行けるなっていうんでね、行ってみようと思います。豊脇行きとかもあるんでね、豊川稲荷まで行くのもあるの、えぐいな、豊川稲荷って相当あるな。平井吉屋大高、大高川止まりか、じゃない、考えてみたら平吉野とはまた全然方面違うな。平吉田の方に行くのは地流で分かれていく、地流か、いや地流で分かれるのは壁なんやんな、分かりにくいんだよな。まあいいや、というかこっちじゃない、豊島方面じゃない、こっちや、こっちになると一気に少ない。14時20分ぐらいやから、あ、31分、やとみくるがちょうどいいですね。よし、じゃちょっと待ってましょう。こっちがやとみ方面ですね。
着いたしました。2番線に矢田美幸投票をいたします。線と乗り換えができるようになってるんですね。今反対側に四日市も来ましたからね。あれその辺、ね、この辺りは便利にアクセスできるようになってるんですね。で、ここがね、完全に JR の管轄駅ですからね。どこにあったんですか。あとね、大丈夫だ。じゃあ最後に端っこだけね見ときましょうってことでね。ターミナルってことでね、いや無事よし、なんとかこれで片付いたな。とりあえず1回出て福島から出発して、でまた乗り返して数学地になるわけだ。決まったし、改札を出てきましょうか。もう見えるのすぐ近くですからね。やっと見まで来るとドラえもん長島ですからね。さあ駅自体は完全に JR ですね。こんなところに端っこに本廃止設備みたいなのあるんだ。なんだろう、昔は貨物でもやったのかな。ここでなんかちょっと荷下ろし場みたいになってますよね。よく関西本線のね、あのローカル駅なんかでもこんなのが残ってますよね。あ、でここにもあるじゃん、名鉄から JR の快速が。へえ。で、切符は入れてくださいってなってるけど、これ多分通ってないとダメだな。よいしょ、通って。おお、大丈夫だ。名鉄次はこちらで来ますか。赤いですか。だと、いつもここの青いですね。この改札は分かりにくいね。ってことで、まあ、メインはやっぱ JR で、日本だけこっちかは、なんか広くに行くのもあんの。沖縄よしやってみますか。あ、でも大高いけど、こっちから出るな。で、はい、なんか当たり前のような最悪かなっていうことかな。まあ、育ちから人っていうのかな。当たり前のように出て変更書いてあるけど、この辺りは本当に謎だ。で、まあ、どこでもそんなに営業してないですよね。で、JR だったら名古屋まで380円安いですよね。名鉄も570円か。そうやな。さてと、駅前に出てきたし、お、珍しく停車せずに快速みが走ってった。いや、全員、あの、全列車通過のはずなんですけどね。あ、でも、こ、あ、いや、ここはあるな。うん。よく止まりましたね。あ、でも、まあ、まずは、近鉄の駅まで行ってみましょうか。